テレボーン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は11万1860人であり、2000年の10万4503人から7.0%増加した。陸地面積では州内第2位の軍である。軍庁所在地はホーマ市であり、同軍で人口最大の町でもある。テレボーン軍は ホーマティボドー大都市圏に属している。テレボーン軍は、ルイジアナ州の最南部にあり、1822年3月22日に、ラフォーシェ内陸軍のメキシコ湾に面する南部が、分離して設立された。総面積は、約2100平方マイルあり、州内、第2位の軍である。軍名をつけた、初期フランス人開拓者は、土壌の豊かさに感銘を受けて、 フランス語のテール・ボンヌすなわち、良き大地を意味する名前とした。1834年、軍内の中央に位置し、どこからでも行き来が容易な町として、ホーマの町を設立し、軍庁所在地とした。それまでは、現在のホーマの中心街から北西に約4マイルの、ウィリアムズバーグ、現在のバイユー県二軍庁があった。ウィリアムズバーグは、 バイユーケインとバイユーテレボーンの二つのバイユーが合流する位置にあったが、ホーマの場合は六つのバイユーが合流する位置にあり、商業などの発展性に優れていると考えられた。1834年3月18日、リチャード・エイチ・グリネージとヒューバート・エム・ベランジャーが、新しい軍庁舎建設のために、バイユーテレボーンの前の区画を寄付した。この土地が、 ホーマの街の発展していく中心になった。この土地を寄付したことで、グリネージとベランジャーは、ホーマの父と考えられている。ホーマという名は、ホーマ族インディアンにちなむものだった。インディアンの言葉で、ホーマは赤を意味しており、ホーマ族の戦いの章は、ナマズだった。歴史家によれば、ホーマ族は当初ミシシッピ州とアラバマ州から来て、 バトンルージュ近くに入植した。他の部族と多くの紛争があった後で、1706年に、主に家族との戦いに敗れて、白人社会の中に逃れ、南の、さらに離れた地域への移動を続けた。18世紀半ばから後半に、テレボーン軍となった地域に入り、現在のホーマ中心外北西の高台に、ウイスキバイユーと呼ぶ集落を作った。 1700年代後期から1800年代にかけて、ヨーロッパ人開拓者のために、北の高台から南の海岸地域に移動させられた。この地域では、ホーマ族の遺物が今でも見つけられる。テレボーン軍となった地域に入ってきた開拓者の大半は、ミシシッピ川から、バイユーラフォーシェとバイユーテレボーンを下ってきていた。 1762年に支配者がスペインになった後はニューオーリンズからフランス人が流入してくるようになった。スペイン人の監督者は新参者に一人あたり630エカー以下の土地の所有権を認めた。これ以前に多くのフランス人がこの地域に入っている一方でアングロサクソン系やスペイン人の土地登記も記録されている。 1760年にこの地域に入った別の開拓者はノバスコシアから追放されてきたアカディア人と呼ばれるフランス人であり、ここに落ち着くまでに10年間も世界をうろついてきていた。彼らはこの地域が地理的に孤立しており、統治する政府の力が小さく肥沃な土地があり、また魚類など野生動物が豊富だったので、この地を選んだ。 これらの人々は数世代も壁地に住み、その家族の生活様式を維持し続けた。今日では祭りや教会の集まりでその歴史的遺産と生活の喜びを祝っている。1848年、ホーマは衆議会の立法によって法人化され、都市になった。この時までのホーマの産業は、プランテーションでの農業、海産物、 ケガワ公及び製材業だった。砂糖キビの栽培が農業の主たるものだった。最初のプランテーションは1828年に設立されていた。1851年までに110のプランテーションができ、80の製糖所があった。サウスダウンプランテーションはマイナー一族によって1858年に設立された。スティーブン・マイナーは スペイン総督がよその秘書だった。今日、その家屋が、軍博物館になっている。政党書そのものは1979年に、売却され、解体されて、グアテマラに運ばれ、再建されて、現在も使用されている。軍内の移動時間を短縮するために、バイユーの間に運河が掘られ、交易の効率を上げた。1872年、シュリーバーート。 ホーマを結ぶ鉄道が、交易量を増やし、軍の内外との移動を容易にした。運河は1923年に、海岸内陸水路が建設された時に廃棄された。海岸内陸水路は後に、ラフォーシェ軍とバイユーラフォーシェに延長され、港湾都市としてのホーマの重要性を挙げた。第二次世界大戦中、ホーマが、メキシコ湾岸の中央にあったことから、 飛行船海軍基地を設立する理想的な地域とされ、この基地は1943年5月から1944年9月まで運営された。この基地は海岸線の敵船を捜索する飛行船大隊が使用し、メキシコ湾岸に2つしかなかった飛行船基地の一つとなった。テレボーン軍は常に大自然にその生活の糧を求めた。カキ、エビ。 カニ及び魚類がその富をもたらした。軍内で獲れるカキは世界でも最良のものという評判がついた。軍を取り巻く広大な湿地ではマスクラット、ミンク、カワウソ、アライグマ、ヌートリアが獲れ、その生皮が商品になった。1929年に石油と天然ガスが発見され、経済発展と州内のどことも比べられないような発展の時代となった。 オフショアの石油発見で石油産業は巨大なものになった。テレボーン軍は州内オフショア石油会社が集中する地域の玄関口になった。1960年までにホーマの生産的な水域、肥沃な土壌及び鉱物資源に支えられた石油製品の組み合わせによりホーマはアメリカ合衆国でも成長速度の高い都市の一つになった。 1961年、ホーマ高校運河が完成し、テレボーマンとメキシコ湾の間30マイルが結ばれた。1970年代までにホーマの経済の中心は石油産業になっていた。石油や天然ガスに直接関連しない企業もその生き残りのために石油産業に依存した。1980年代初期。 安い外国製品や地元の生産量が落ちたために石油産業が不況になるとともにホーマも衰退した。2年間近くホーマとテレボーン地域の失業率は25%近くに待っていた。この経験からホーマは経済の多様化を始めた。石油産業は依然として地域の主要収入源であるがその隙間を別の産業が埋めるようになった。 海産物の生産量は、州全体の20%以上を維持している。さらに、医療産業も軍内に根付いてきた。ホーマの周辺では観光業も育っている。ホーマの新しい市民センターができたことで、娯楽や会議の機会が増えた。新生のアカディア文化、多様な自然環境と野生生物、プランテーション、優れた食材を呼び、ニューオーリンズやバトンルージュ、 ラファイエット各市に近いことで、南ルイジアナのバイユーがある、不思議の国の景観ととを楽しみたいと願う、観光客を集める地域になっている。テレボーン軍は、ホーマ市の権限を吸収して、テレボーン軍統合政府によって運営されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2080平方マイルであり、このうち陸地1255平方マイル。 水域825平方マイルで、水域率は39.66%である。以下は2008年の調査による人口統計データである。テレボーン軍図、ホーマ、軍内唯一の法人化都市軍庁所在地、テレボーン軍教育学区が地元の公立学校を運営している。テレボーン軍はこれまでいくつかの映画などの舞台に設定されている。 2005年の映画、スケルトン・キー・ザ・スケルトン・キーでは、撮影自体は別の場所で行われたが、作品の舞台となった。また、映画、ハッシュ・パピー・バスタブ島の少女はテレボーン軍モンテギュで撮影され、第28回、サンダンス映画祭の審査員賞や、第65回カンヌ国際映画祭のカメラドールなどを受賞し、第85回アカデミー賞では、作品、監督、 主演女優、脚色賞の4部門にノミネートされた。ありがとうございます。